直人。何？乾杯。うん、乾杯。いやー、今日もよろしくね、本当に。うん。おー、行くね。進んでない。飲んでない。飲んでないよね。いやいやいや、はいはいはい、これさ、うん、始まっちゃったじゃない、このケイタと直人の部屋っていう。本当に始まっちゃったね。ね。うん、で、まあ、毎回ゲストのね、うん、プロゴルファー、うん、ないしはな、誰かが来てくれて。でその人プロのアマゴルファーとかね。そう、うん、ね、アマのプロゴルファーとか。アマのプロゴルファーとかね。まあ、その方をゲストに呼んで、うん、ちょっと掘り下げちゃおうよと、うんうんうん。いろんな話聞いちゃおうよと。人のことを掘り下げるって失礼じゃない。間違いない。そう。でも、そんな番組にしよう。確かにな。いいじゃない。まあ、確かにね、知りたいしね。で、第1回目の記念すべきゲスト。紹介しちゃったよ。いや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 、僕の口からは説明できない。本当？本当に。だってさ、うん、片岡直之プロ。来たよ。もういきなり来ちゃったね、大物。本当に ね、彼は今、うん、日本でめちゃめちゃ JGTO 自体でめちゃめちゃ推してます。うん、本当にゴルフもうまい、うん、顔もかっこいい、うん、そこにね、成績もついてきてる。うん、こんなことありえます、うん、ね。彼は、うん、プロの試合4試合目でなんと優勝しました。すごいじゃない。すごい。しかも、うん、その優勝した試合が、うん、ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ、うん、そうやったっけ。そうです、そうです。ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップやね。バイ佐藤食品、はい、それね、本当に僕たちが今お世話になっているスポンサーしていただいてる。スポンサーだ。メイン、はい、メインスポンサースポンサーしていただいてます。の冠トーナメントの大会で優勝ですよ。初優勝、はい、すごいね。そう、すごいですよ。いや、ちょっとね、こうやって話すの初めてだよね。初めましてですね、はい、知らなかったでしょ、この変なおっちゃん。いや、知ってましたけど。あ、知ってた、はい、知ってました。上村啓太だけには近づくなみたいな。そう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 、あるからね、業界では。そうそう、業界ではね。わかりました、うん、あるの、そんな話。うん、あるある。いや、本当にあるからね、うん、上村啓太ってウィキペディアで調べたらすぐ出てくるから、うん、絶対に近づくな。そうそうそう、近づくな、危険。そうそうそう、あと混ぜるな、危険っていう。そう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 、誰とですか。そうか、大丈夫大丈夫。そう、そうなのよ、うん、いや、ちょっと聞きたいんですけど。そう、最近どうよ。まずさ、え、何。いや、片岡プロの、はい、なんとなくこう知りたいの、俺は、うんうんうん、いや、本当に今日会うの初めてだし、話すのも初めてだから、うんうんうん、まず出身は。出身は北海道。北海道。北海道。北海道どこ？江別。江別。はい。あ、江別？はい。わかりますか？わかる。江別のどの辺？江別の上江別です。上江別ね。上の方ね。あのローソンのとこ？ローソン近いですね。近い。あ、そうだいぶ特定されて。あのさ、あの何カレーあるところじゃない？スープカレー。違うな。それは上じゃないもん。そう、それ多分どっちかというと鳥取の方でしょ？あ、そうですね。どっちかというとね。ちょっと待って、じゃあ、あそことか近い？あのスタバ。スタバは近いような。 あ、近いですね。まあ、うん、10分しないぐらい。 あのガードレールあるじゃん、どこの。まあ大体分かった。あの辺ね、あの辺出身だと、はいはい、おで、ゴルフは何歳から始めた。おー、定春。2歳からやってます。え、2歳から。嘘でしょ、はい、2歳ってゴルフできんの、はい、2歳できます、ね、ちょっと待って、落ち着こう。ちょっと待って、テンションちょっと上がりすぎ。だってさ、2歳。2歳ってさ、2歳から。いや、だってさ、そんなの覚えてないでしょ、正直。いや、覚えてないですね。覚えてないんや、やっぱり。ですけど、安心した。だってさ、歩いてまあまあすぐじゃない。いや、歩き始めて。いや、なんかさ、うん、歩いてすぐじゃない。言いました言いました、2回目、うん、あ、すごい、大切なことだから。うんうんうん、いいね、ありがとうございます。そうなのよ、いいね。お酒飲んでないのにね。いいね、いいね、いいね。もしかして入ってる？うん、あ、効果配です。ああ、いいね。かわいい。で、2歳からやってて、じゃあなんとなくもう、うん、記憶の一番奥底、昔の記憶の中でもゴルフはやってたんだ。3歳、ね、4歳の時の記憶でも。小学校1年生から試合出てたんで。ええー。マジで？はい。すごいね。ちょっとせこない？せこいですか？北海道いつまでいたの？高校卒業まで。あ、高校も北海道なんだ。高校も北海道で、ね、ちなみにさ、だって北海道ってほとんどゴルフできないじゃん。11、12、そうですね、1、2、3ぐらい。3月の頭ぐらいまでできないんです。それでさ、あれなんだっけ、日本ジュニア優勝してんだよね。日本ジュニア、はい。なんで知ってんの。すごくない？なんで知ってんの。調べてきた。今だよ。
今10分前に調べてきたのそう、うん、そしたら日本ジュニア優勝してんのすごくだってさ高校いや俺てっきり高校はどっかねあったかいとことか行って環境いいとこでやったのかと思ったら高校まで北海道 その4、5ヶ月できない状況の中で日本ジュニア優勝それ何やんの？そう冬の時は冬はもう高校の部活は トレーニング基本で、うん、あとは室内練習場で打ったりとか、うん、たまに外で打ったりぐらいですね別にラウンドで動画行くってわけでもないですしそれでいきなり暖かくなってわー久々ラウンドだぜみたいな感じになるんだだから春の試合は結構フリーですねあそうだよね、うん、日本人にはまあ夏なんであそういうことか5月ぐらいには感覚戻ってるんですけど、3月4月はやっぱそういうことね、はい、で高校まで北海道で大学が、うん、福祉大に福祉来た福祉って言ったら エリートだよねちなみになんか上下で誰かいるの誰だ先輩でとか今ツアーで2個上に比嘉一樹さんとかおお2個上ね一さんだ、ねうんうんうん、で1個下はそれこそ金谷拓実あの先輩になるんだね、はい、おおちょっと待って大学はじゃ あ,、まあ4年行きました、はい、で卒業して、はい、でどうしたの4年の秋に QT 受け て, 受けてファイナルまで行っておおもういきなりファイナル行ってで、まあ、46位ぐらいで、うん、すぐファイナル行って46位で、はい、よし次の年何試合か出れるぞみたいなそうですねあとはまあチャレンジでと思ったらコロナで全然試合ないのがルーキーイヤーですね、うんうん、あそれで試合、まあ、出れるぞで出て4試合目に勝っちゃったの勝っちゃいました、ね、すごくない、うん、何それラッキーでしたとりあえず優勝して最初にうわこれ優勝って自分から電話するのって誰に電話したまず母親に電話してあ母の日だったんでちょうどあ母の日だったんだちょうど母の日で泣いてたでしょ泣いてたでしょ泣いてましたね、はい、喜んでましたそれね、そらそうだねちなみにうちの YouTube でも撮ってたんやけどあゆみチャンネル撮ってたんですけど僕ねその日のために、うん、たら佐藤くんっていうあのキャラクターがあるんですよ、うん、佐藤職員さんが、うん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 、で佐藤くんのキャディバッグを作って、うんうんでそしたら、うん、終わったらその佐藤くんをはじめ社長にプレゼントするっていう企画があったんですよね、うんうん、企画っていうか計画してたんですよ、うん、僕らは、うん、で計画してて言ったら頑張ってる選手、うん、それこそあの時松会長だったりとか、うんまあ、それ以外の選手もみんなこうサインしてもらって、うんうん、でそこに直がいてて、うん、パッティングリーンで、うん、そう言ったらプレーオフ待ちみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと片岡くんいいって言って、うんで、ここにサイン書いてもらって言ったら、その一言なんて言ったと思う？嫌です僕サインないんですって言ったの。え？ねえサインなくてでサインないんですそうサインなかったその時のサイン書いた模様があゆみチャンネルで書いてあるんで、ぜひ見てくださいよろしくお願いしますあ、そう、はい、もう普通に漢字で名前書いたみたいな はい、そうで、今はサインあるの今はあるんですけど、それでも夏ぐらいまではなかったです、ちょっと。どう書いていいのか分かんなくて。じゃあ書いてもらいましょう、じゃあ。壁に。どでかくね。どでかく、そうそう。うん、もうこう一面大丈夫だから、ね。はい、でも次の日からもうちょっと周りの人生というまあ模様も変わって、人生本当に変わったと思う。変わったよね。まあ、それからね、まあ、あの客観的に見て、まあ、すごい変わったのはもちろんね、人間性は変わってないの。むしろすごく周りにこう俺なんかにも接して明るく接してくれたりとか、すごい逆にポジティブな方に働いていってるし、人間性的に。あとそのこの人間性じゃないですか。かっこいいしゴルフうまいし。何なんかなんかないの。なんかそう野球のボール投げれないとかなんか、ね、ネガティブキャンペーンね欠点ないの欠点わかんないですねいや多分全然いっぱいあると思いますなんかないのなんかこれちょっと苦手ですみたいな結構面倒くさがりですあ面倒くさがりや、はい、例えば車の中めちゃめちゃ汚いとかさなんかそうですねなんか決められたことをやるのが難しい、うん、まだまだあまだそうなんだ、はい決められたことご飯食べるご飯あ、大丈夫です、僕大丈夫もいや、もらいますじゃあご飯ください、はい、すごくないすごいで、その後さ、優勝争いしたのってあれ BS? あれ BS 優勝争いしてたよねはいそう俺あの時なんかのキャディやっててさそうそうそう終わってクラブハウスでこうやって見ててねそうよそうだよねだって俺たちもずっとな応援してたからさ本当ですか、うん、そう
いや、あのあれでもちろん優勝したスギちゃんも、うん、あのね、うん、好きやし応援してるけど、うん、おすごいすごい今当店の当店の美味しいご飯ですよ今。当店の美味しいは。いやー、最高ですね。どうですか。おいいじゃないいいじゃない。ここの一番美味しいのは佐藤のご飯だから。最高じゃない。そう。お肉じゃないから。違うか。佐藤のご飯。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ほかほか。あと今後どうしていきたいか、はい。そうそうそう。なんか次の目標。次の目標、うん、まあそもそも優勝、うん、去年の目標って何だったの？いや去年も正直、まあ、チャレンジがメインだったんで、うん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 、まあ、チャレンジで頑張って次の年レギュラー出れたらなみたいな、うん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 、でも勝ちました。はい、もちろんシードも取れて、あれ今優勝すると何年？2年2年2年ね、はい、シード持ってます。はい、次の目標は去年は本当、うん、去年中に2勝目を挙げたくて、うんうん、なんか1勝目だとその、まあ、マグレとか、うん、まあ、言われてもしょうがないというか、うん、2勝目してこそだなと思ったので、うん、すごい勝ちたかったんですけど、うん、まあ、勝てなくて、うん、なんでまあ今年は本当2勝目を挙げることは確実にすると、うん、まあ、賞金王っていうのは結構いろんなところで出て今年の目標は、うんうんうん、海外はもうぶっちゃけで、もうあんまり興味ないのか、うん、逆にもう将来絶対行きたいのかみたいな。いや、海外はなんかあんまり行きたくないなって思ったんですよ。あ、そう、うんうん、面白い。それ何、何、高校の時、うん、まあ、ナショナルチームですごい海外いろんなとこ行って、うんうんうん、あ、高校の時もすでにナショナルチームだったのね。そうです、はい、はあはあはあ、それで、うんうんうん、まあ、なんかご飯とかもあまりとか思ったり、佐藤のご飯出てこないしね。いや、うん、本当にさ、食事面がさ、はい、すごい大変なの、ね、しんどかったり、まあ、うん、すごい喋るのもやっぱ英語喋れなきゃとか、結構海外行くの大変だなと思ったんですけど、うん、まあ、去年 ZOZO 2位で出させてもらって、うん、そうだわ、うん、それでなんか、まあ、またちょっと変わったというか、うん、ちなみに ZOZO 誰と回った？予選ラウンドがキーガン・ブラッテリーと、うん、トミー・フリートやばくない？もうもうサブすごい、マジで？はい、してもらって、え、どうだった？ぶっちゃけぶっちゃけ、うん、もう差がありすぎて、え、緊張もしないぐらい。ちょっと待って、すごいのよ。差があるって感じた？差がありました。あ、そう、俺いけんじゃんじゃないんだ。はい、え、それ何で差を感じるの？いや、まず飛距離が全然です。やばい。やっぱ30ぐらいは絶対置いてかれるんで。なおってめっちゃ飛ぶ方やん。うん、いや、飛ぶ方じゃないですけど。でも結構、俺あのさ、BS とか見てて最終日ですげえ飛んでなかった？振って、振れてたやん。ねえ、うん、でも全然でした、ね、それでも30置いてかれるんだ。はい、でも500ぐらいのパワー4が結構何個か、うんうん、490とかありましたよね。うん、やったなぁ。そこがやっぱこっちはロングアイアン持ってるのにあっちはミドルアイアンで、うん、そもそもアイアンの精度も違うのに、うん、さらに番手も違ったら、はあ、やっぱやっとこうパーのホールがあっちは普通にバーディーホールになってます。あっていうのが、まあ、痛感したというか、やっぱり飛距離の差って痛感するんだ。そうですね、向こうの人たちと回ると。はい、あとはでもそのなんかショートゲームとかさ、マネージメントとかさ、いろいろあるけど、そこは別にショートゲームはちょっといけるな俺みたいな、勝てるなとか。まあ、パターは、まあ、去年も良かったんで、うん、まあ、1位ですからね、平均パター。パターはまだその、まあ、体格差とかあんまりいらない部分なんですけど、うんうんうん、まあ、他の部分でちょっと圧倒されましたね。あ、そう、はい、でもそんな中でさ、9番ホール左奥の林からチップインとかさ超伝説的なことめっちゃ残してたよ。いや、もうあれは気持ちよかったです。やばいよな。え、ないないないんですよ、9番ホール。なんかパー4でセカンドで左の林に曲げちゃって、うんうんうん、でもピンが左側切ってて、うん、しかもこう左からこうなってるところに切ってて、うんうん、で林からこう山があって、そこからエッジからこうなって、もう砲台の下りの右傾斜の、はい、とんでもないところだったんだ。はい、でも本当球がテレビ塔にくっついてるぐらい曲げちゃって、うんうん、で普通に救済とか受けるぐらいなんですけど、うんうん、ですごい最初ぐらいのでギャラリーもいる中、何ヤードそれ？30ぐらいですね。30ぐらいの、うん、でもちょっとロブっぽく上げて、
もう上げれなくて、もう木とかもあるんで、あ、木もあって上げれない、林なんで、もう低くトントントンっていって、うん、乗って、もう、まあ、最後あわよくはパーぐらい、まあ、ボギーでもしょうがないなと思って打ったら、うんうん、実際ボギー狙いだったよね。そうです、そうです、うん、何番で打ったの、その30ヤード。もう52度で転がして、うん、ってポンって打って、うん、あ、いい感じだなと思って、うん、で、ここでもう見えなくなるんで、うん、で、あ、どうかなと思って歩いてると、うん、もうわーってなって、で、それが、まあ、入ってて、チップインバーディーで、かー、何それ。それがなんかちょっとやっぱ変えましたね。こんな大ギャラリーで言われるのってすごいやっぱ、うん、日本、しかも日本だしね。ああ、そう、はい、そうか、だからその初優勝を決めた時もギャラリーはいなかったんだ。はい、そっか。っていうとギャラリーの中でゴルフするがあんまり経験ないですね。だからあの ZOZO に出たのがすごかったな、大ギャラリーの中で。そうです、そうです。そんな中戦いたいなっていうのをちょっと思って、まだまだやっぱ実力が足りないんで、そこは僕は言わないですね。海外まだ行きたいとか。あ、はい、なるほどね。まだ言えないと。はい、もうもっと言えないやーっていうかね、うん、そうね、そういうことです、うん、桑田佳祐言えないやー八村塁八村塁です、うん、あ、そういうことね、はいはいはい、はい、うん、そうかそうか言えないよどんだけレパートリーあるんですか。あ、そうそうそう、すごいのよ、すごいですね、レパートリーっていうか振られたやつ全部やるからね、とりあえず言えないよ、うん、そう、あ、そう、うんうん、そうか。じゃあ、まあ、まずは日本ツアーで2勝目、はいはい、でもう賞金王になりたい、はい、で、まあ、そこからもちろん実力つけていって、そこからアメリカツアーやりたいですって言いたいみたいな感じだ。 そうです、その時に自分がどうなってるかが知らない、うん、あ、すごいわ。まだ実力が伴ってないと、そこまでの気持ちがまだいけてないというか、うん、いいね、ちゃんと現実をさ、うん、見れてるよね。俺なんか夢しか見てないからさ、うん、もうすぐアメリカ、俺アメリカで行けちゃうなと思っちゃったもんねそう思いたいんですけど。いや、ナオトのいいところはそこじゃない、また、うん、そっか、平均パット数1位、入れようと思ってる、入ると思ってます、入ると思ってる。なんかすごいやっぱ感覚派なんで、その日の朝こうバッていってパターグリーンでこう打つ前にもうこの握った感じで今日調子いいか悪いか分かってる。怖っ怖い怖い怖 い, すごい。日本オープンは勝ちたい。あそこで勝てる人って本当に多分上手い人じゃなくて勝てないと思う。よく聞く話で日本オープンは優勝スコアをなんかイーブンパーにするみたいな都市伝説か分かんないけど、うん、あるよあるよ、やっぱあるでしょ、うんうん、この動画を見て良かったと思う方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。